皆さんこんにちは、カンタです。いやーお久しぶりです。録画ボタン押したのめちゃくちゃ久しぶりな気がするな、ほんとまあね、そういう時もあります。ちょっとしたお休み期間みたいなものがね、必要な時もあるんですよ。というわけでね、アークサバイバルエボロブドゥ、いろいろとありました。襲撃されたりとかね、この辺のね、この下にさ拠点あったんだけど、なんかこの辺の隙間からプテラに入られて、中でレックス出されてガブガブってされて、まあなんかいろいろとね、この拠点このままじゃまたやられちゃうなっていうんで、ちょっと作り変えたりとかね、いろいろしていました。そしたら何にもなくなっちゃった。まあ何にもってね、恐竜は結構残ってたけどね、なんだかんだで。やられたやつもね、親となる恐竜はほとんど残ってたから、キブル用の恐竜とかはね、だいぶいなくなっちゃいましたけど、キブルってわかりますか？アークにおける重要システムの一つで、まあ卵を原材料にね、恐竜の卵を原材料にね、餌を作るんですけどね、まあ、こいつがいろいろと重要なんですが、まあ、そいつがかなりなくなっちゃったっていうのが、なかなか痛いところではありますね。この辺かな？この辺がキブル冷蔵庫か。これが全部じゃないんだけど、まあ、随分となくなった。随分となくなっちゃった。その辺が大きな被害かな。まあでもって拠点の方、今いるのがブリードベースって言ってね、恐竜とかを育てたりねする場所になるんですが、拠点の方もまだまだ完成とは言い難い感じではありますが、まあ、ちょっとずつまた作っていってる感じです。この辺僕の力作だよ。割と見てこれ、菜園いっぱい置いた菜園いっぱい置いたし、ちゃんとこれあれだから、再現効果、温室効果がね 300%、 これマックス 300% なんだけどね、ちゃんとこれ全部載ってますから。うん、まあそれはともかくですよ。それはともかく、新しいイベントがやってまいりました。新しいイベントがやってきたからにはやるしかあるまいということで、まずはこれ皆さんちょっと見てください。どこ置こうかな、まあ、とりあえずどこでもいいか、どこでもいいからとりあえずこの辺置いとくか。こっち、これ置くでしょ。で、ここになんか表示されるはずなんだよ。表示されてるね。これが、イベントで出てくる、こう、コスチュームとかね、スキンとかなんだよね。新しく導入された。この辺、新しいやつだな。この辺、前々からあったやつだけどね。この辺は前々からあったはず。ティラノ、ステゴ、トビネズミ、ケツァル、ギガノト。この辺あったやつだね。これ新しいよ。これは、コスチューム。これなんかトリケラトプスにつけるやつかな。で、骨が50とかね、骨が25とかね、必要みたいだね。結構要求してくんな、これ。これ、ブロントサウルスのコスチュームなんだけど、100個も必要なの、これ。しょうがねえ、集めに行くか、これ。集めに行きましょう。で、こういうね、なんかイベントがね、やってきたんですよ。で、テックレックスっていう、なかなかに面白やばいやつも導入されたみたいなんで、そいつともね、出会えたらいいなと思います。探していこう。あーっと、ラグ。すごい、もう巻き戻された。ちなみになんだけど、今骨は18個。まだまだだなー。全然足りねえなー。よし。ちょっと探しに行くか。テックレックスとかもね、追い求めながらね。見つけた。なんか、この辺、いっぱいあるぞ。これ。こういうやつ。ここから、骨がね、手に入るんですよ。なんか、ボコって、へこんだな、今。こっちにもあった気がしたんだが。あった。なんか、赤いもやが出てるな。何これ？アルファか？アルファシリーズか？なんか赤いもやが出てる。で、これ、ちょっと、膨らんでるよね、これ。膨らんでるやつが、あ、え、 BP 入ってんのこれ知らなかった。そんなことあるんだ。で、取るとっていうか、え、骨が20も入ってた。あ、アルファだすげえ、たくさん入ってるやつあるんだね、中には。で、ここにもある。これ赤いもや出てないもんね。2個しか入ってない。へえ、知らんかったな。てか、この辺めっちゃあるな。なんだこれ。
すげえ、穴場だ。穴場を見つけてしまった。いっぱい取ろう、いっぱい取ろう。まだある、まだある。すげえ、ここすげえ。化石だらけだ、ここ。恐竜一頭分完成しちゃうんじゃないか？もうないかな？もうないかな？こういう時こうやってね、広範囲を見ると。マジでこの辺めっちゃあるわ。一応みんなにもご報告。マップめちゃくちゃ見にくいけど、まあ、大体この辺だね。この辺にね、なんかね、めっちゃあるわ。これ。なんだろう、やっぱ出やすい場所っていうのがあるのかもしれないね。火山の方とかちょっと見に行ってみようかな。化石のありそうな場所。発掘していこう。あ、あったあったあった。ただ赤いもやのやつは、あれ以来見てないな。ないか？はい。というわけで、結構集まりました。まあ僕集めたのはこの中の大体100本ぐらいなんだけどね。他はうちのトライブメンバーが集めてきてくれました。ありがとう！さあ、早速ではございますが、釣っちゃいましょうか。まずこれ。ブラキオサウルス。で、これはね、プレイヤーがね、装備できる、コスチュームというか、スキンだね。作る。で、持ってこれが、これはパキケファロサウルス。頭突きが得意なあの子が、入れるやつかな。で、持って、これトリケラトプス。これね、これ、期待してる割と。どんな感じになるんだろうな。はい。作成完了。まだ117本余ってるし、なんなら他にもね、ここにまだ持ってきたやつが200本ぐらいあるみたいなので、結構いろいろできちゃいそうですね。さあ、つけていこうかな。では早速ですが、まずマスクの方、つけてみましょう。これ、ディロ。ディロマスク。まあ、ディロ4みたいになるんでしょう。でけえな。割とでけえな、これ。なんだこれ。ちょ待って。こんな感じになるのか。あ、拠点の中でなんか生まれてる。左側にちょっと丸いのがなんか、赤い丸が今表示されてたと思うんだけど。あれ、パラサウロがね、反応した、明かしたね、あれ。あそこでなんか生まれてるね、今。まあ、それはともかくだよ。あー、いいじゃない？いいじゃない？これ。スクショ撮っとこう。なかなかね、派手でいいよね、これ。派手でいい。よし、他のマスクも適用していこう。マスクっていうかコスチュームだけどね。例えば、ブロント。ブロントはね、ブラキオサウルスになれるみたいだから。はい。適用させちゃうよ。こっちか。ここに入れるのか。はい。これで？変わってるね。色も変わるんだね、これ。これ右のブロントとさ、一緒の色だったんだけど、色も完全に変わってるね。で、ちょっとだけ首が細くなったかな？うん、ちょっと首細くなってるね。スタイリッシュになった。スタイリッシュになりました。ほー、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 なるほどね。頭にね、なんか、オビラプトルみたいな、トサカがちょっとね、ポツってできたよね。ポンって。こんな感じか。いいじゃん？トリケラとかもやっていこうか。パッキーどこにいたかな？はい。パキケファロサウルス。こいつを、これ名前なんだったかな？スティギモロクだったかな？そう。スティギモロクのコスチュームを着させると、こうなります。おーほーなんかいい。なんかいいぞ。うん、うちのメンバーも見てるわ。いいね。待って。外す。はい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 。ザビエル感が出るね。やっぱ元の感じだと。で、敵、あ、こっちだった。敵を。はい。いや、角がいいね。やっぱなんか。うん。かっこいいわ。かっこよくなるわ。スティギモロク。あ、殴った。何すんだよ。はぁ、いいわ、これ。これはいいわ。突進。特技は変わらず。頭硬いから。
いいなぁ、これいいなぁ。さてお待ちかね、みんな大好きトリケラトプス、この子にスティラコーサウルスのコスチュームをね適用させてみましょう。はい、あ、一本角がサイみたいなのが生えたで、なんかほんとさ、なんだろうね、ファンタジー感がすごい。この子はすごくファンタジー感がある。いいわいいわ、この子今回のコスチュームの中で一番好きかな。いいいいよいいよこれ。取ってあーいい突進いやーこれはね、このコスチュームで軍団を作ってみたいね。オシムラクはうちのトリキラートプス結構弱いからあんまりな感じになっちゃうんだけど、見た目は最高だな。見た目的にはこれ本当好きです。ちょ、置いとこう、このまま外すと、はい、こんな感じ、二本角になります。スティラコサウルスは一本角はい、というわけでご視聴ありがとうございました。アーツサバイバルエボルブド新イベント、化石考古学的な新イベント、まあ、骨集めてコスチューム作るだけなんだけどねまあ、トリケラトプスなんかをほんとね量産したい感はすごくある。みんなもよかったら骨集めていろいろやってみてください。ではでは、本日のところはこの辺にて、おさらば、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。いや、新マップがもうすぐ来そうな雰囲気なんだよね。それがなかなか楽しみです。どうなることやら。